アフガニスタン紛争では、アフガニスタンで断続的に発生している紛争のうち、1989年のソビエト連邦軍の撤退から2001年のアメリカ合衆国と有志連合諸国によるタリバーン政府への攻撃が発生するまでの期間を扱う。アフガニスタンは1978年のアフガニスタン人民民主党政府の成立以来、各地で ムジャーヒディーンと呼ばれる武装勢力の放棄が発生し、1979年12月からソビエト連邦による軍事介入を受けた。その後の戦闘を経て、1985年に成立したソ連のゴルバチョフ政権による外交政策の転換の中でソ連軍は徐々に撤退を開始。1988年4月の米、 ソアフガン・パキスタン・四国和平協定によって和平が成立し、1989年2月までにはすべてのソ連軍が撤退した。しかし、ムハンマド・ナジーブラー大統領が率いる人民民主党政府も健在であった。ソ連軍は撤退したものの、人民民主党政府への援助は行い続けた。2月、ムジャヒリン各派は、ペシャー・ワルで、シブガトゥラー・ムジャティディを、 暫定国家元首に指名し、人民民主党政府の後継政府づくりに取り掛かった。暫定政府は、人民民主党の支配するジャラーラーバードを首都とし、首相にアブドゥルラスルサイヤフ、外相としてグルブッティンヘクマティアールを据えた。この政府には、パキスタンの支持があった。この当時の主要なムジャーヒディン各派には、以下のようなものがある。彼らは、 反政府では一致していたが、決して一枚岩の団結を持っていたわけではなかった。また、ヘクマティア・ール派は他の武装勢力に対して攻撃を仕掛けることもあった。1976年のマスード逮捕にもヘクマティア・ールは関わったとされる。しかし、ヘクマティア・ール派はパキスタン軍統合情報局から優先的に資金供与されており、サウジアラビアからも 資金援助を得ていた。ジャラーラーバードの戦いソ連軍の撤退後の1989年3月から7月、ムジャーヒディーン各派は人民民主党政府の拠点、ジャラーラーバードに総攻撃を行った。作戦を後押ししたのはパキスタン首相ベーナズ・イールブットとアメリカの中パキスタン大使ロバート・オークリーであった。連日の猛攻にもかかわらずムジャーヒディーン側は 敗北し1万人が戦死したと言われる。敗因は、ムジャーヒリン各派の間で意思の疎通が取れておらず、統一した指揮系統ができていなかったことが挙げられる。これに対しソ連流の訓練を受けた政府軍は前線し、ムジャーヒリン側を敗退させた。また、ソ連も空輸により、政府軍を支援した。政権交代は、時期尚早と考えた米国が、 CIA 工作員を撤収させ、援助を打ち切った説もある。ニューズウィーク氏は、この戦闘には後に、米国同時多発テロに関与していたと思われる、ウサーマ・ビンラーディンも参加しており、アメリカのこのような態度が、後のテロを引き起こすきっかけになったと論じている。政府側は、勝利したが、皮肉にも、政府内部は、不安定となり、ハルク派とパルチャム派の派閥争いが激化する結果と、 なった。7月18日と12月2日には将校を含む人々のクーデター未遂事件が発生している。3月6日、人民民主党政府のシャフナワーズ・タナイ国防相はイスラム党のヘクマティアールと協力し、政府打倒のためのクーデターを起こした。しかしタナイは軍の支持を完全に集めることはできず、クーデターは失敗した。この時、 他内派の鎮圧に当たったのが、ラシッド・ドスタム将軍率いる第53不評師団であった。第53不評師団は、ドスタムの資金によって運営された、ウズベク人中心の部隊であり、ドスタムは一個の武装勢力でもあった。1990年頃から、人民民主党政府の主要援助国であるソ連の経済が悪化し、人民民主党政府の経済状態も悪化した。 1991年8月、ソ連8月クーデターの後実験を握ったロシア、連邦大統領、ボリスエイリツィンは、人民民主党政府に対する直接援助を削減すると発表した。このため空軍は、戦闘機を飛ばすこともできなくなり、兵士の脱走率も前年から60%増加した。また、国連の仲介によるムジャーヒディーンの軍事指導者、 アフマドシャーマスードとナジブッダーの和平会談も失敗し政府はますます窮地に追い込まれた。1991年12月31日にはソ連が解体され人民民主党はイデオロギー面での後ろ盾を失った。人民民主党政府の崩壊3月18日、ナジブッダーは大統領を辞任し暫定政権に移ることを発表した。しかし、 人民民主党政府が統制力を失ったためにカーブルでは混乱が起きた。4月16日、ナジブッダーはインドへ亡命しようとしたが、ドスタムの兵によって逮捕され、国連の建物に軟禁されることになった。政府の崩壊を知ったムジャーヒリン各派はカーブルに殺到し、首都は混乱状態に陥った。国連の報告によると、 この間の混乱で1800人の市民が死亡し、50万人が難民となった。アフガニスタンイスラム国成立4月28日、ムジャッティティが暫定大統領となり、新政府作りがようやく始まった。6月28日、イスラム教会のラッパーニーが大統領に選出され、アフガニスタンイスラム国が正式に発足した。しかしヘクマティア・ール派などの武装勢力は、 イスラム教会主導の政府作りに反発し、カーブルは各派の分割統治下に置かれた。停戦3月8日、1994年にラッパーニート・ヘクマティアールによる大統領選挙が行われることなどを条件として和平が成立した。しかし5月11日には停戦は早くも破れ、カーブルへのロケット砲攻撃が行われた。6月13日には、 ヘクマティアールが首相に就任したが、11月には首都から脱出した。ヘクマティアールはドスタムと組んでラッパーニーを打倒することを計画し、カーブル攻撃の準備を始めた。1月、ヘクマティアール派とドスタム派によるカーブル総攻撃が始まった。1996年まで続いたこの攻撃で多くの人々が死亡し、難民が発生した。しかしラッ バーニーの政府を倒すまでには至らなかった。8月、パキスタンの北西偏境州で、パキスタンの諜報機関 ISI の支援により、ムハンマドーマルをリーダーとするターリバーンが結成された。ISI とサウジアラビアは、アフガニスタンの混乱を収集できないヘクマティアールを見限り、ターリバーンによるアフガニスタン統一を支援するようになった。10月に、 ターリバーンはパキスタンからアフガニスタンに通じるカイバル峠のルートを抑えた。11月にはヘクマティアールの拠点であるカンダハールを占領し、以降はこの地を基盤とした。ヘクマティアールの基盤はターリバーンと同じパシュトゥン人であり、ヘクマティアール派の兵士はターリバーンに吸収されつつあった。2月、ヘクマティアールの勢力範囲であるアフガニスタン南部は、 ターリバーンによって次々と攻略された。2月2日にはバルダク州に入り、2月10日には州とマイダンシャーを占領、11日には、そして14日にはヘクマティアールの司令部があったを占拠した。このためヘクマティアールはカーブルに近いスロビンに移らざるを得なくなった。9月、ターリバーンはイランとヘラートをつなぐルートを封鎖した。これにより、 イランの支援を受けていたシーア派勢力のドスタム派は大きな打撃を受けた。1996年時点のアフガニスタン赤の部分が政府軍、緑の部分がドスタム軍、黄色の部分がタリバーンの支配地域。5月、スーダンから逃れたウサーマ・ビンラーディンとアルカイダのメンバーがアフガニスタン国内に入国した。 彼らはジャラーラーバードにあった基地に客人として滞在していたが、ジャララバードがターリバーンの手に落ちると、そのままターリバーンの客人となった。アルカイダは豊富な資金でターリバーンを援助し、アフガニスタン国内にテロリストの訓練キャンプを建設した。サウジアラビアはビンダーディンを引き渡すように要請したが、ターリバーンが拒否したため援助を打ち切った。 タリバーンの勢力が伸長してきたことに危機感を持ったラッパーニーとヘクマティアール、そしてドスタムラは6月に和平協定を結び、ヘクマティアールは再び首相となった。しかしタリバーンがカーブルに迫ると、政府側勢力は支えきれず、カーブルを捨ててバグラムに逃れた。政府側勢力は再び団結し、アフガニスタン旧国民族イスラム統一戦線を名乗った。 以降、この連合は北部同盟と呼ばれる。9月27日にカーブルを占領したターリバーンはアフガニスタンイスラム主張国の成立を宣言した。しかし、この国を承認したのはパキスタン、サウジアラビア、アラブ主張国連邦の3カ国に留まった。また、ターリバーンは国連施設にいた元大統領ナジブウッターを処刑し、 死体を傷つけてさらした。1997年5月、ターリバーンは、ドスタムの支配地であるマザーリシャリーフを攻撃した。しかし、ドスタム軍の攻撃により敗北し、ドスタム軍が3000人のターリバーン兵士を殺害した、ためターリバーンは、軍の大半を失った。このため ISI はターリバーンへの直接援助を、深めた。しかし、ドスタムの敗下であったアブドゥルマリクが、 ターリバーンの工作によって寝返り、ドスタムは政府内で失脚、トルコに亡命した。8月、ターリバーンの攻勢で根拠地を喪失したヘクマティアールはイランに逃れた。9月、トルコから帰国したドスタムの攻撃によってマリックはイランに逃亡した。8月7日、ケニアとタンザニアにあるアメリカ大使館が爆破される事件が発生した。アメリカは アルカイダの犯行であるとして、ターリバーン政権に引き渡しを求めた。しかし、ターリバーン政権はこれを拒否した。8月8日、ターリバーンは再び、マザーリ・シャリーフを攻撃した。ドスタム軍の幹部が買収されていたため、ドスタム軍は、敗れ、マザーリ・シャリーフから撤退した。マザーリ・シャリーフに入った、ターリバーン軍は報復のために兵士と市民を、虐殺した。 国連の調査によると4000人から5000人の市民が犠牲になったとされる。また、この際にイランの総領事館を襲撃し、10人の外交官を殺害した。このため一時はイラン軍が国境地帯に展開し、タリバーン軍との衝突が発生したが、国連の調停により危機は収集された。8月20日、アメリカがトマホーク巡航ミサイルによって、 アルカアイダの訓練キャンプを攻撃した。ターリバーンは北部同盟に対して積極的な攻勢に出た。この時期には国のおよそ95%の地域を支配していた。しかし、マスードの反撃により、パンシール渓谷は再び北部同盟の手に戻り、ターリバーンはバダフシャン州を攻略できないまま戦線は降着した。10月15日。 国際連合安全保障理事会において、国際連合安全保障理事会決議1267が採択され、ターリバーン政権に対し、ビンラーディンとアルカイダ幹部の引き渡しを求め、実行されない場合には、経済制裁が行われることになった。しかしターリバーンはこれに従わなかった。10月12日、アルカイダは、アメリカのミサイル駆逐艦コールに自爆テロ攻撃を、 行ったこのためアメリカはさらに経済制裁を強化することを主張し、12月19日には引き渡しを再度要求する国際連合安全保障理事会決議1333が採択された。しかしターリバーンはこれにも従わず、ターリバーン関係者の資産を凍結する経済制裁が行われた。破壊後のバーミヤンシボトケ2月26日、ターリバーンは バーミヤーンの石仏を爆破すると予告した。欧米諸国やイスラム教国からの中止要請が寄せられたものの3月12日になって石仏は破壊された。このことはターリバーンへの非難がより一層強まるきっかけとなった。偶像崇拝禁止と同様に信教の自由を認めるのもイスラムの教義であり、このような過激な行動は本来のイスラムではないという意見がある。 9月9日、北部同盟軍を指揮するマスードが自爆テロによって暗殺され、北部同盟には大きな痛手となった。9月11日、アメリカで同時多発テロ事件が発生し、アメリカとトどは集団的自衛権の発動を宣言した。アメリカはアルカイダの犯行であると断定し、アフガニスタンに世界の注目が集まった。以降の経過はアフガニスタン紛争を参照。 政権を奪取したターリバームは支配地域にイスラム法に基づく厳正な統治を行った。当初、市民からは秩序の回復として歓迎されたが、欧米的な娯楽の禁止や犯罪者の公開処刑などを行ったため人心を失い、また先進国からは行き過ぎた人権弾圧だとして非難を浴びた。ありがとうございます。